どうもロシングルです。ダーク続きをやっていきましょう。なんかねホラーチックな要素が強いゲームかと思ったら実は本格派パズルでしたね。相当難しい。これはなんだ、これ動かないぞ。なんだろう、ぐるっと回せってことかな。うん、何をどうすればいいっていうのだね、君たちは。あう、そういうことね。あう、はい、オッケー、進みましょう。あら、おお、びっくりした。え、次は、ホールだ。よいしょ。完全に人の声が聞こえるね。なんだこれ。どういうことだ。ああ、はいはいはい、離して、ほい。びっくりした。へえ、前後ろに移動できる。こりゃ高級な。ホールですね。あ、電気がつながってこっちに来て、はあ、おう、なんだこれ。はい、あ、つながったね。で、階段が出た。あ、びっくりした。あー、来た来た来た。あ、道具が必要っぽいね。あー、行っちゃった。ああ、うん、これはつながったけど道具が必要。うう、間違えた。もう一個なんだろう。どっかで何かを手に入れなきゃいけないっぽいね。こっちはいける。こっちもいけぬ。あ、あるぞ。うわあ、びっくりした。これは意味がない。もう一歩後ろに、いや、こっちだな。ドゥン、この先は、あ、あったあった、ヘビ。なぜヘビ。クレイジーだね。何この設定、めちゃクレイジーだね。よし、手前に行く奥に行くでこんな、あ、いいのかな。つながる、繋がないね。はい、やばいね。はい。あー、繋がった。あー、これは良くない。これで繋がって、あ、繋がる。で、ほい、ヘビ。ごめんよヘビ、なんかごめんね。あ、マスクだ、マスク。うん、マスクはどこで使うんでしょうかね。ここは登れないもんね。よし、なんだっけ、こっちだっけ。なんか使うっぽいのあったっけ。こっちかな。逆逆。いやー、パズル本格的すぎる。相当難しいですよこれ、ほんと。よいしょ。これをね、こっちにつないで、わっとっと、びっくりした。ドゥン。で、奥に行ったら、はい、もちろん。で、あん、違う。で、はい、ガチャン。お、なんだこれ。はいはい、明るい。ドゥーンができない。はい、エレベーターだな。はい、ゲット、電球をゲットだ。なるほどね、これが必要だったわけだ。はいはいはい、その後は、はい、よいしょ。
これはもう別にだからどうということもないんでしょうね。電球をどこに、よいしょ、ここから戻って、電気をつける方法か、こっち行ってみようか。何もできないな。これはもうこれ、あ、わかったわかった、はい、これね、返してあげると、上につながってますね。よいしょ。するとこっち側に電気が走る。もちろんそうよ。マスクが必要っぽいね。はい、よいしょ。なんかこの先すっげー嫌な予感しかしないんですが。うわ、怖え。ちょ電気電気、ふっ、怖っ。これやんなかったら、まあもちろん襲われたんでしょう。いやーよっしゃ、帰ってきたぜ。いいセンスのマスクだね。な何がどうなってる。半分なくなった。行ってきます。よいしょ。よし、苦戦しながらもなんとか謎解きクリア。いやー、すげー歯応えだね。結構頭使った。これは、あ、我が家だね。これ時計壊れてんですよね。人が住んでる雰囲気があるだが、ボロボロ。お父さんとお母さんどこ行ったロイド。よいしょ、とりあえず寝よう。何度でも寝よう。また引きずり込まれてしまう。ぬん、ここはどこだ。戦場跡のようにも見えるが、なんでしょうね。わー、すげえ、たまんないねこの雰囲気。ふっ、あ、ジャンプできる。こんぐらいならジャンプできる。中に何がある。絶縁テープ。電気が漏れているところがあるだろう、きっと。なんか赤いよ。列車、すげえ。すごい。どういう発想してんの。あー怖い、渡れる。怖い、気つけろロイド。おっと、これは、よいしょ。すげえすごい。うわ、めちゃめちゃ面白いぞ。よいしょっと、こういう渡り方をするとかね。誰だあいつ、ちょいちょい見かけるけど。うっ、わお、いいとこですね。バーがある。ただちょっと歪んでる。あん、この奥に、あ、これは絶縁テープじゃないな、違うね。奥へ行ってもいいが、まず、これは絶縁テープか、違うね。とりあえず、よいしょ。おっと、すげえ。あ、すげえ。あ、届きそう。よいしょ。ガラス割れそう。八角形のパネル。よいしょ。真逆にしてしまうとどうなる。あ、なんだこれ。鍵だ。わあ、いろいろ見れて楽しいね。これは登れないから。戻して、もう一個。よいしょ。
これでいいのかな、これかな、はい、違う、あ、違う、あららら、違うのか、鍵かな、ガチャ、なんだ、なんかある、コルク抜き、これかな、違うね、いや面白い、謎解きがいちいち面白い。さあ進もうか、このすげえ機関部が超豪華、よいしょ、開いた、何、どれどれ入れる、あー薪かな、薪か石炭だね、これは、これはアイテム欄いっぱいになっちゃうパターンじゃない、これでしょう、ガシャン、はい、で絶縁テープを巻いて、はい、よいしょ、はっ、こういう感じね、きた、イエス、イエスイエスイエス、ガシャン、どけ、この列車は我々がいただく、おもちゃのピアノ、なんかゴールが見えてきたか、だがアイテムを全部使い切ってない、ん、どうすればいいんだ、はいはい、コルク抜き、よいしょ、ガシャン、はい、うー、つながれ、いてて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 、てて、信じらんねえ、無茶しすぎじゃない、どうなった、死なないのが不思議だよ、大した電圧じゃないのかな、ちょっと降りてみる、これはおもちゃのピアノは関係ない、よいしょ、うんうんうん、いろいろ調べる価値はありそうだ、はい、戻して先へ進むか、あ、貨物車だ、うわっ、うっそー、またこいつ、こいつのことはサザンクロスと呼ぼうか、はははははは、そい、え、はっはっ、ああ、サザンクロス18金だよ、そういうことか、すごいね、重力無視して登れんならもういいんじゃないって気もするけども、すごいねこいつ、ロイド君、こんな無垢な真っ白な顔して実は誰よりもすごい、ニン、よいしょよいしょ、これはなんだ、あー、あ、来た来た来た、よし、石炭、はい、隠れましょう、こっちには来ないんだね、よいしょよいしょよいしょ、動きとして、敵の動きとして甘いよね、こんなもんなんともない、あ、忍、さよなら、石炭コーナーに戻りまして、よいしょ、ここだよね、はい、石炭入れます、で、で、マッチとか必要、もしかして、うんだね、なんか足りないね、火を起こさないといけないっぽい気がする、わかった、僕わかっちゃいました、犯人わかっちゃい、見てー拷問だよこんなの、よいしょ、でこれでしょ、これのどこだ、どこをつなげるんだ、あー、そこか、こうか、これだね、どこどこ、これか。で、ここつないで、上戻して、
上に行ったら、はあ、ははあ、あ、オッケー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 、つないで、ズグー、しびれる、ズグー、しびれ、しびれら、かぶれら。で、この後はどうなる？かぶれら。この後はどこ、どこ、ここだ。よし、これで奥まで、うん、かぶれら。この後どうなるんだろう。奥でちゃんと繋がってくれんのかな。繋がる？大丈夫だよね。え？うわ、マジか。これで繋がんのかな？はいはいはい。来てる来てる来てる。いたた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 。最後だ。これで終われるはず。かっちゃん。え？どういうこと？どうやらアイテム取り損ないがあるようですが、ちょっとお時間が厳しいので今回はこの辺で。中途半端ですが、っていうか今ロイドの髪からすごい長い一本毛が生えてるように見える。何これ、すげえ奇跡。というわけでアリベデルチ。